働きやすい会社から働きやすい社会へ、社労士大槻智之の働く現場のお悩み相談室。はい、ということで、本日も、ラグビー日本代表のキャプテン中村亮斗選手にお越しいただいています。よろしくお願いします。お願いします。日本代表キャプテンではないですか？ああ大丈夫です。心のキャプテンで精神的支柱と言っていただきます。ありがとうございます。では今回もですね、質問というか、まあ、お悩みですよね。はい、そちらが来ているので、はい、ぜひ中村さんなりにエールを送っていただければと思います。はい、はい、質問がですね、38歳、社会保険労務士を目指しているものです。まあ、私たちもですね、試験勉強をずっと続けているのですが、5年間チャレンジし、全て失敗してしまいました。うん、そろそろちょっと次の道行った方がいいかななんて思っているんですがなんとかここで踏ん張ってやる気が起きるような、そんな方法ないでしょうか？なるほどという感じなんですけどね。難しいですね。うん、中村さんもあれですよね、あの前の動画でおっしゃってましたけど、はい、なかなか試合に出れず、はい、ずっと、まあ、練習だけ参加してたっていう時期がついてたっておっしゃってたんで、はい、まあ同じような感じだったんですよね。そうですね、うん、まあしんどいですね。しんどいですよね。しんどいと思います。あの、ね、やっぱりこう分かりやすいものじゃないですか、うんうん、この試験に落ちる落ちないっていう、うんうん、しんどいとは思うんですけど、やっぱこう長くそこにチャレンジしてると、うん、目的が見えなくなってくるんですよ。目的がこう、うん、試験に受かるっていう目的に変わってきちゃうんですよ。ああ、なるほど。じゃなくて、うん、一番最初に立ち戻って、うん、なんでこう社労士に、うんうん、を受けようと思ったか、なりたいと思ったか、うん、社労士としてどういう働き方をしたいのかっていう自分の未来像というか、はいはいはい、理想をもう一回ちゃんと戻って、うん、思い返すことは、うん、あのやった方がいいんじゃないかなと思いますね。うん、あの僕も出れなかった時って、はい、認められたいとか、うん、試合に出たいって思ってたんですよ。うんうん、そうですよね。はい、もう、はい、じゃなくて、うん、じゃあ試合に出て何するのとか、うん、じゃあラグビーやった時のあの楽しさ忘れてしまったりとか、うん、こう本来のラグビーやってる価値とかを理解してなかったんで、はいはいはい、その時一回立ち戻ってどういう選手になりたいのか、うん、最終的に、うんうん、じゃあどういうこう思いでやんないといけないのかっていうのをちゃんと書き起こして僕はやったんですけど、うん、そうすると別に結果はあんまり求めてなかったんですよ。うん、この試合に絶対出るとか、うん、じゃなくてみんなに勇気を与えるような選手になりたいとか、はい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 、そういうものだったんで、はい、じゃあどういう行動をとってどういうマインドで日々の練習を臨まないといけないのかっていうものを考え直したんですね。うん、だからそれをすることでフォーカスし直すことができたというか。なるほど。何のためにっていうか、うん、だから練習も単に試合に出るために練習をしているんではなく、はいはい、もっとその先を見据えて練習をしてたってことですか？はい、そうですね。もっとこう大きいものを見て、うんうん、やってましたね。うーん、まあでも一概には言えないと思うんですけど、はい、まあ、迷った時はもう一回初心を思い出して、うん、どうなりたいかっていう想像して取り組むのはいいのかもしれないです。うん、なんか工夫したんですか？毎日手に書くと。あの一日一日毎日やるべきことを3つ書いてました。おお、はい、朝ですか？朝。朝。トレーニング前に、うん、トレーニングの中でしないといけないこととか書いてたんですけど、うんうんうん、だいたい一緒になってくるんですよ。うんうん、もう毎日ほぼ一緒になってくるんですよ。はい、うん、そうなってくると自分にとってその3つはめちゃめちゃ大事なことなんですね。うんうん、その日とかじゃなくて、はい、中村亮斗の中の形成はこの3つでされてるから、ここだけは絶対何があっても、うん、どの練習でもどの試合でもブラしちゃいけない
こと、うんうん、どのチーム行っても振らしちゃいけないことだなって思って、そこだけはやってましたね。すごいっすね。なんかどっかで学んだんですか？いや、なんかこう、やっぱり自分との、はい、対話というか会話をするのが好きで、うん、どうあるべきかとか、こう、自分とやるんですよ。よく、割とそういうのって、いろんなとこ行って、その、セルフマネジメントしろとか、アファメーションしろとかって、習ってくるんですけど、いや、素でできてるってことですかね。あ、まあそうなんですかね。であと 大学の時に学んだところもあるし、うん、はい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 、あとはもう経験から学んだところもあるし、うん、っていう感じですかね。まあそれがあって、はい、代表の座を勝ち取り、はい、ワールドカップにトライを決めたと、ね、自分でも想像はつかなかったですよ本当に。社会人 1,2 年目の時なんかははいはいはい、もう本当に小僧でしかなかったんで、はいはいはい、まさかそんな大舞台でトライを決めるなんて、はい、思ってないですね。今その時の自分に戻るがそこにいたなんて声かけます？いや、ちゃんとしろよ本当ちゃんとせえよでもだからこそ、うん、まあ、僕も経験して、そういう自分も経験してるからこそ、うん、今のこう新人で入ってくる若い人たちにはすごい可愛いんですよ。あの頃の俺みたいだなみたいな。そう、はい、だからこういろんなアドバイスしたりとかはしてあげたいなとは思うんですけど、うんうん、という感じなんですが、まずはあまり迷子になってるんで、はい、もっとそもそもなんでその資格を取りたかったのか、はい、きっとそこにはなんか世の中を良くしたいとか、そうですよね、そういう本当大きい、うん、熱い思いがあると思うんですけど、うん、そこをもう一回思い返してみて、うん、思い返して今一度今の自分を見つめ直し、うん、そして毎朝これはやるぞっていうのを、うん、まあ、3つ決めていただいて、うん、でだんだんその毎朝やってるとそれが固まってくるんで、固まってくるんです。もう毎日違うことを書こうと思ってても、うん、だいたい固まってくるんで、うん、それが最終的には自分の強みとかものになってくるのかなと思いますね、うん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 、なるほど。ぜひそれを試しながら、また6回目、はい、もうぜひチャレンジしてください。頑張ってほしいです、はい、最後なんかちょっとエールをいただいて。そうですね、何回でも挑戦して頑張ってほしいです、はいはい、すいません。はい、それでは皆さん、ぜひ頑張って来年ご視聴しましょう。はい、はい、ということで今回3回にわたって中村選手に登場いただきまして、はい、ありがとうございました。ぜひ、ね、次のシーズンとかも頑張っていただきたいと思いますので、はい、ぜひもう国内のシーズンも始まってますので、うん、はいはい、ぜひ応援に来ていただいて、はい、楽しんでいただければなと思ってます、はいはい、それでは皆さん、ぜひ応援に行ってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。